わっ、やっほー、やっほー、こんにちは、ただいま、さっきぶり。あ、金だるまいっぱいありがとうございます。金だるま無限回収中でございます。皆さんよろしければよろしくお願いします。やっほー、ありがとう、コメントできます。お着替えしました、ありがとう、気づいてくれて、ハートありがとう、だるまありがとう。今日ってごちゃだけど寝なくて大丈夫？大丈夫かな、多分大丈夫。おかえり、ただいま。あ、金のだるまありがとう。さっきちょうど姫路城の話の時に来て笑った。え、私もたまたまそうなんかぼーっとしとってパッて入ったら姫路城の話してて、あ、これはコメントしようって。こんにちは、こんにちは、何してるん。え、あ、金だるまありがとう。みーさん髪型かわいい、ありがとう。あー、みーさん金タコいっぱいありがとうございます。金だるまありがとうね、みんな。昼公演から帰宅しました。おかえり、こちらリアタイするからね。ありがとう、見守っててね。超怖い、超怖くてどうしようってなってます今。超緊張する、どうしよう。緊張する。お出かけスタイルですよ。初見です、ありがとう。こんにちは、こんにちは。田舎だからラジオ入らないです。あ、あのね、今アプリで聞けるみたいですよ、よければ。桃が来た、ありがとう。桃が来た、ありがとう。桃子ちゃんめっちゃ可愛い、ありがとう、嬉しい。ごちゃリアタイするよ、ありがとうございます、聞いててね。そう、なんかね、次のね最終枠が7時からできたらしたいんですけど、そう残りの時間がねあるから、そう残りの時間が余ったら7時からしたいんですけど、 できたらしますね。多分できひん気がする。まあ多分できるかな、うん、頑張る。とにかくできたらまた7時からします。だるまありがとう。公演したいですね、公演が終わるか終わらないか次第です。こんにちは、ありがとう。ハートありがとう。こんにちは、可愛いですよね、ありがとう。髪型かわち、ありがとう。ごちゃいつものもかちゃんで行けば OK、 ありがとう、頑張ります。ごたごたごたって言ってもた。ごちゃリアタイするよ、頑張ってね、ありがとうね、頑張るね。そうでね、明日の時間を決めたくて、明日帰ってきてたら何時ぐらいかな、いや分からない、もう朝、とにかく明日の朝はします。そうだから明日の朝は帰ってきてからするので、何時かまだ未定なんで、皆さん午前中待機してくれてたら嬉しい。でも10時ぐらいかな、10時前後で、うん、一旦じゃあ10時から11時、ん ?10 時、10時半でいっか。金だるまありがとう、嬉しい。すごい、金だるまめっちゃ送ってくれてる、ありがとう。そう、ごたって言ってもた今。ラジオ出たら人気出ちゃうな、人気出るかな、人気出たらええのにな。あ、ありがとう、書いてくれてます。はい、よければこの体を壊さないでね、大丈夫よ、ありがとうね。でも朝してね、多分私は寝ちゃうので、そこから間を空けます。はい、でできたら3時ぐらいにしたい。14時45分から15時15分で30分で1時間。だってさ、めっちゃ早くない？この前さイベント始まったのにもう終わりやで。そう、
早くない？ちゃんと住んでね。住みます。ハートありがとう。誰もありがとう。もんちゃんなら大丈夫、頑張ってね。頑張る、ありがとうございます。こんにちは。あ、だるまさん、みんなありがとうね。ありがとう、だるま。よし、だるまで頑張って買って、みんなで松坂牛とマンゴーを食べようのコーナーしようね。で、あれもしよう、みんなで私のアバター設定して1位になれたら頑張ろうね。そっちも、こっちも頑張る、そっちも頑張る、全部頑張る。夕方はいいかな。夜またチャットに送っとくね、何時からするか。あ、ありがとう、だるまさんが口論だ。夜は一番最後の枠は23時から12時にしたい。1時間。考えてる。ありがとう、嬉しい。こんにちは、こんにちは。ハートありがとう。ももちゃん頑張る、頑張る。ももさん頑張ろう、頑張る。だるまありがとう。だるまさんが転んだ、ありがとう。はい、シャツが着替えた、着替えました。チャットも撮ってないけど、撮るといいことありますか。チャット撮るとすっごいいいことありますよ。私からのリアルタイムでいろいろ送ってます。例えば今の私だとか、今日何食べたとか。普段見れないももちゃんとか見れたりしますね。あと思い出の振り返り、過去の写真を載せたりとかしますので、ぜひチェックよろしくね。こんにちは、こんにちは。今日も仕事にあまり見れないかも。頑張ってね。こんにちは、チャット送ってくれたら確認するね。オッケー、こんにちは、こんにちは。リボン可愛い。え、それな、これ昨日買った新潟駅で。イエーイ。そう、チャットは本当にね、あの私はメールとチャット今やってるんですけど、どっちかというと多分チャットの方がおすすめかな。メールもね、1日1通はね必ず送ってるんですけど、それだったらチャットの方がおすすめかも、私的にはね。でも何やろチャット読めなくなった。ありがとう、ハートありがとう。なんかね、なんて言った、ありがとう、だるまハート、ごちゃ頑張って、ありがとうね。メールは私の今日あった出来事とかのことを長文で一通送っておりまして、でチャットに関してはもう私は本当に短文大好き女なので、これ食べてるとか、そう、おはようおやすみチャットは絶対送ってるし、そうで、なんかね、チャットってだいたい平均ってだいたい10通ぐらいだと思うんですけど、私競馬当たったので後でギフト送ります。ありがとうね、いつも本当に。そう、なんか、マリナさん似てるんですか。嬉しい。そう、あ、そう、両方が一番いい、おすすめです。そうありがとうね。そうで、チャットはなんか平均だいたい10通ぐらいみたいなんですけど、私は昨日数えたら16通とか17通とか送ってました。はい、両方ともおすすめですよ。で、明日の時間割が10、日曜日ってどれくらいなんでしょう。いや、でも朝結構したいかもな。迷ってり。でも大体じゃあ朝の9時、まあ帰ってきてからすぐするので、そう、帰ってくる時間がまだね全然わからないので、帰ってきたらとにかくします。2時、15分、
1時間、あ待って、明日公演あるんか、あでも全然大丈夫よ、かぶってなかった、そっかそっか、19時、難しいよね、わめっちゃ来てくれてる、ありがとう、ありがとね、どこまで読んだっけ、ありがとう金のだるま、ありがとう、ごちゃ聞きだったか、午前中は寝てるんだが、あでも夜もするからぜひ来てください、こんにちはこんにちは、ハートありがとう、ありがとうみんな、そうどこまで、そう明日ね公演あるの忘れてた、そうかそうか、1時間2時間うん、難しいとこだね、刻まん方がいいんかな、これにしよう、 OK、 明日のスケジュールはだいたいこんな感じかな、朝帰ってきてから30分、昼の2時45分から3時15分、夜の7時半から8時半で、一番最終枠が11時から12時にします、ハートありがとう、だるまありがとう、音もします、ありがとう、こんにちはこんにちは、おしゃれしてる、そう頑張ってほしいけど無理しないで、無理してないよ、ありがとう、みんなこそ無理しないでねこんにちはこんにちは、ハートありがとうね、はい、うん、じゃあこれまた書いておきます、あそこに、待って私これ何時までやったっけ、これ5分早く始めたから今日は何分、何分までや、4時55分、あーありがとう教えてくれて、はい4時55分まで配信しますね、50分になったら大丈夫です、めっちゃさごちゃが緊張する、緊張しすぎて、うん、この緊張を毎週ですね、多分これ最終枠になるかも、うん、最終枠、そう7時にやりたいんですけど公演が終わらなかったらこれが最終枠ですね、そう髪のリボン可愛いやろこれ、昨日買った、マシュート今日きつい、うん、きつくない、全然大丈夫なんですけど、そうでも緊張する、そうそうなんですよ、緊張しちゃうの、くつやさん熊の天使ありがとう、もう本当に嬉しい、すごい不安がね、なんかずっと本当にね、やっぱイベント期間中って本当に心臓がねちょっと痛くてそう皆さんがねそうやってアイテムで応援してくれて、すごく私は助けられてます、ありがとうございます、あーみーさんタコの金ありがとう、ありがとうございます、金タコありがとう、そう桃が来た、ありがとう、行きし新幹線少し寝れるといいね、そう私寝てるこの前も寝ましたマネージャーさんが、先週はねマネージャーさんがいてくださったので私は安心して寝れたのですけれども、今日はどうかな、こんにちはこんにちは、ありがとう、なんかさこのさイベント期間中さ全然外出てないからさ超太った、顔パンパン、そうなの、マッシーさんに引き続きごちゃんも毎週リアタイで見守るようにしていきます、ありがとう、めっちゃ心強い、そうやって言ってくれてありがとね、どこでも寝れる、どこでも寝れへんねんけど、でもごちゃ、ごちゃじゃない、新幹線とかそういう交通供給機関は寝れるかも、あ
ケイトシさん、タコありがとう、金タコ嬉しい、競馬おめでとう優勝もありがとうね、今日も可愛い、ありがとう、だるまありがとう、劇場だ、いいな、あんなピーヤがどんぶらこの絵下手って言ったら怒ってたよ、だって下手くそやもん、あんなあんなちゃんもっとナギみたいにさあ、ほんまやゴールデンウィークか、え、今日からですかゴールデンウィークって、待って待って、そっか、え、今日からゴールデンウィークって、え、ごめん、めっちゃでかい声出してもた、え、ありがとう、ありがとう、金のだるま、どんぶらこありがとう、ハートありがとう、あー、ありがとうね、金のアイテム、交通公共機関、交通共通機関、だるまありがとう、ハートありがとう、こんにちは、こんにちは、今日も可愛いね、ありがとうね、交通公共交通機関か、交通公共機関ね、よし、こんにちは、こんにちは、もーちゃんちょっと変身見えてるの、変身ね、なんかね、なんか、うん、変身がね、そう、よくわからないんです10連休やで、今日から、え、新幹線混んでるよ、うん、終わった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 、今日からか、終わった、え、マジでどうしよう、え、マジでどうしよう、でもメールの返信は見れてるからそうなの、友人さん、金タコありがとう、今日からですよね、終わった、マジで11連休、もう兵庫にたまに帰りたくなる、どんぶらこまたいつか帰りたい、故郷に、ハートありがとう、仕事だけど、あ、そういうことね、だからゴールデンだるまね、あ、今日からか、新幹線混んでるんやって、めっちゃ嫌なこと聞いちゃった、でもありがとうございます、キラキラ投げといてありがとう、公共交通機関、よし、なるほどね、初見です、ありがとう、来てくれて、金だるまありがとう、トットさんありがとう、レインボースター、あ、つよさん、クマ天使ありがとう、自由席はやばいよ、だよね、だよね、やっぱそうだよね、やっぱそうだよね、やっぱそうだよね、ねえハートありがとう、今東京の天気は曇りよ、あ、曇りない、寒いかな、もしかしたら混んでそう、マジかマジか、ハートありがとう、メールのメリットは返信が、そう、メールのね、返信はもう毎日見てます、みんなありがとうね、本当にNGT いつアパ、いつアパ、何それ、どんぶらこありがとう、こんにちは、こんにちは、10連休モンカの配信見てたらいいやん誰もありがとう、ごちゃごちゃ、うん、でもゆなちゃんと結構お話しします、大阪は今日も曇り空だよ、曇りなんや、今日の配信はこれで最後、そうなの、でもなんか7時からもしかしたらできるかもしれなくて、だから7時から7時10分のその10分の間に皆さんもし星を投げていただけれたら嬉しいです、うん、多分最後かな、指定し、うん、タコさんありがとう、ミーさんありがとうね、どんぶらこ自由席ないけどね、なるほど、リボンかわいい、ありがとう、
指定席。なるほどね、フォローありがとうございます。最高だよ、ありがとうゆなちゃんと。また今日も写真撮ろう、しごもど、ありがとう。あ、結婚してありがとう。500年後にしようね。あ、そうなんや。誰かと話したりする？ね、結構ね皆さん話してくださってて、中島さん女優の方なんですけど、すごく私は一番仲良くなりたいなと思っておりまして、なんかすごい頼れるお姉ちゃん感があって、私すごいお姉さんがすごく好きなんですけど、はい、私はもう妹キャラこう見えてすごい妹キャラでして、そうなんか妹っぽく扱ってくださって嬉しかった、すごく。あ、のりさんレインボースターありがとう。ももちゃん雑誌に載るの楽しみ、ありがとう、頑張るね。あ、ありがとうね、このアイテム初めて見た。ゆなちゃん、そうゆなちゃん18歳でもすっごい大人っぽくて、なんか私より私よりなんか大人やなって思った。ですっごい可愛くて、ゆなちゃんゆなちゃんってなる。この前もゆなちゃんと、ゆなちゃん今日もお疲れ様ってハグしましたそう、もうハグできる仲なんですはい、でも今日ねゆなちゃん握手会みたいで、お疲れ様ですよ。どんぶらこありがとね、金だるまありがとう、どんぶらこありがとう。ももちゃんグイグイ行くか、そうももちゃんグイグイ行くのでそうなんです、ももちゃんお姉さんキャラじゃないの。ももちゃんね実はね甘えたさんなんですよこう見えて甘えたさんなんですね、面白いよね、こう見えて甘えたさんなんですよあー、ぷぷぷのぷ、今日も可愛いな、ありがとう、誰もありがとう、どんぶらこありがとう。そうなんですよ AKB、 そうなんです、先輩なんですよ。いいね、そうハートありがとう。妹キャラなんや、実は甘えは。そうなんですよ、甘えたキャラなんですもうね恥ずかしいんですけれども、グイ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 系なんですけど、実は甘えた甘えん坊なんです誰もありがとう、どんぶらこありがとう。はこんにち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 は、みんなありがとう。そう、また私は NNB 劇場にも遊びに行きたい。ほのちゃん見に行きたい、ほのアンジュさんとか。そうなの、こんにちはこんにちは。ゆなちゃんどんぶらこと一緒で細いよね、これ絶対いじってるよな、これ絶対いじってると思いますよね。皆さんどう思いますか、これこのコメントどう思いますか、これ絶対いじってるこれ絶対いじってるんですよ、実はこうやって細いよねとか言っときながらいじってるんですよね、意地悪だから劇場向かいます、こっちゃん頑張ってね、いってらっしゃい、楽しんでね、私も DMM で見ときます。そうなんだ、そうギャップがいいねギャップなん。でも NLB 劇場行きたいな、私も行きたい。これさ絶対いじってると思うねんな、のりさんのこのコメント。だって私もう私はこんなにも顔が大きいとか、はじめましてじゃないよはじめましてじゃないよ、何がはじめましてなえ、びっくりした今、え、さんざんいじっとってさ、はじめましてびっくりしちゃった今、うん、びっくりですね。ももちゃんガリガリやん、うん、いじってるよねこれ絶対さ、これいじってることにいじってるとしか思えないこれいじってますよ皆さん、ダメですよ女の子の体型をいじったらそうほんまに許さへんからな、ほんま私怒ったら怖いから。ももちゃんスタイルええやん、はあ、よくないの、よくないんですよ、よくないんです私スタイル。あ、待って、しおりちゃん来てくれてる、しおりちゃん後で新幹線で返信しようと思ってた、あー、しおりちゃんだ、しおりちゃんが来てくれた、こう見えて、いやほん、え、こスタイル良くないからほんまに
はい、私スタイル良くない、もうほんまに多分 NGT のメンバーの中で一番スタイル悪いもん。顔もでかいし骨格ストレートやし足短いし 足細いじゃん太いし、そうなんかこれはみんながさこうやっていじるからさ、携帯が怒ってくれた、携帯はももかの味方やからさ、みんながこうやっていじるせいで携帯がさ怒ってさ、ねえなんで、なんでなんでこんな意地悪をするんですか皆さん。笑わせに来てるな、そうもうお笑いです逆にね、ノリ初見です犬になって、えループしてる、どう治った、ありがとう、復活ありがとう、そうみんながさこうやってさいじるからさ私の携帯が怒ってくれたんです、そういい子いい子いい子です、この携帯いい子やな、ほんまにこの携帯ありがとう、金だるま、私マジで金のアバターが本当に欲しいのでしかもゴールデンっていうのがいいよな、そうだからこの大会は負けられない負けられない、この金だるま機嫌直してくれ、分かった直す直します、負けられない戦いがここにあるんです、全部1位を目指していますので、私はオセロ大会でしか優勝がしたことなくて私オセロ大会でしか優勝したことがないので1位を取れるように頑張る、そうえすごくない、オセロ大会でしか1位取ったことない、しかも兵庫県の南部大会で優勝、すごくね、すごいと思う自分でも、ももちゃんゴールド好き、そうなの、ももちゃんゴールド大好き、オセロ大会気になる、私オセロ大会で兵庫県南部大会で優勝して金メダルと銅メダルある、えほんまにプロオセラーですよそうなの、オセロめっちゃ強いけどまだ、え姫お父さん、え姫路市の自身の南部大会って来たけど絶対嘘、私兵庫県の南部大会やと思う、あれだから私はオセロ大会でしか1位を取ったことがないのでこのイベント期間1位になれるように頑張ります、そうかわいい、ありがとう、こんにちは、こんにちは、え姫路市、嘘絶対嘘や、私は兵庫県の南部大会で金メダルをもらった記憶がある、これは本人の言ってることだから確実ですよ、知らんけど、お世話になっておりますはい皆さんね、お世話になっております、はい、話が噛み合ってないそれな、知らんのかい、分からんくなってきた、もうな私ほんまに今緊張しすぎてなんかもう話が噛み合えへん、あれ姫路市の
南部大会、姫路市の南部大会絶対違うやろ。わーい、私は兵庫県の南部大会で優勝しました。絶対に。ごちゃ、緊張する理由はごちゃ。実家でメダル探さんとだね。あるで、ほんまに飾ってあるで。おじいちゃんの仏壇の前に飾ってるんです。そう、金メダルと銅メダルがある。また持ってきてもらおう。オセロ話、おうちでもハマり全然知らんけど、でも見えへんからな、オセロ。みんなに実はオセロじゃなかった。絶対オセロ。私本当にオセロ上手なんですよ。頭が結構アッポンタンなんですけど、オセロが結構ね、本当に適当にポン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 置いたら優勝しちゃって。将棋じゃない。ありがとう、金のだるま、嬉しい、ありがとうありがとう、嬉しい。もちゃん可愛すぎて、いや、あのね、これね、小学生の頃の話なんですけど、私の小学生の頃本当にもうこんな顔、今はなんかこんな顔ですみたいなことに聞こえるかもしれないんですけど、もう本当ひどくて、小学生の頃の自分のお顔がありがとう、金のだるま、パク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 。本当に小学生の頃の自分の顔がひどかったからさ、いやマジでこれマジで。だからみんな多分、私の推しこれですかってなると思う。金のだるまありがとう。めっちゃ送ってくれてるやん、ありがとう。これ多分マンゴーもらえそう、送ってきてくれたから。やったー、マンゴー食べようね。やったー、みんなありがとう。マンゴージュースでも作ろうね、一緒に。今めっちゃ可愛いのに信じられへん。信じてください、ほんまに。いや、ほんまに見せたくない。私の幼少期の頃は2歳まで可愛くて、私本当に可愛い時期と可愛くない時期が交代交代で、生まれたては可愛くて、1歳が可愛くなくて、2歳が可愛くて、3歳が可愛くなくて、4歳が可愛くて、5歳が可愛くなくてっていう交代交代なんですね、私のあの人生で。小学生の頃は可愛くなくて、中学生の頃はなんか中学生の頃も可愛くなくて、高校生の頃になんか急に宿毛矯正を当てたらちょっとだけ可愛くなってっていう変化。今は可愛いわん。いや、あのね、私が一番可愛い、自分で可愛かったなって思う時は去年かもしれん。そう、私なんか可愛さがね、交代交代で、いや本当に毎年違うんですよ、私。なんかね、私その番が来たら、あ、今は可愛いって自覚するんですけど、今はね思わなくて可愛いって。そう時期が入るんですよ、可愛い時期と可愛くない時期が。だから多分来年可愛いかも来年多分可愛いかも。のりさん、レインボースターありがとう。多分ね、来年可愛くなるかも、ももちゃん今年はちょっと、違う、来年押すのがおすすめとかじゃなくて、違う、今年から押してください来年可愛い、そう、可愛いのは来年から。ねえ、ももちゃんのアバター、私も欲しい。みんなにさ、アバター設定してほしいから、この
ゴールデンダルマプリンセス、私はダルマのプリンセスになってみせますわ。はい、なってみせますわ。で、今日はゆなちゃんとツーショット撮ってくれるの。ゆなちゃんが忙しそうじゃなければ私は全然だろーっていう。今年は押しちゃダメ。あ、そういうことじゃないですね。今年からも私が卒業するまでずっと見守っててください。やったー、52分。あ、じゃあ壇上だ、じゃあって言ってもた。壇上を読んでいきます。桃が来た、ありがとう。すごい、初訪問の方すごい多い。ぜひあのフォローよろしくお願いします。ありがとうございます、聞いていただいて。ありがとう、どんぶらこ、ありがとう、嬉しい。200年後に卒業してもいい。分かった。じゃあ私が寿命を迎えるまで頑張ります。ダルマプリンセスもごちゃだけど、確かにダルマプリンセスって何言ったのかな。皆さん頑張ってダルマプリンセスに私をさせよう。ありがとうみんな。あ、ダルマありがとう。そう、ほんまに頑張りたい。違う、ももちゃんは来年から押すと。違う、そういうことじゃないやん。なんで分かってくれへんの。逆切れ、何残っちゃったりそう。確かに多分私が聞いても何残っちゃってなるもん。じゃあ壇上を読んでいきたいと思います。では13位、タムムさん、ありがとうございます。続いて第12位、コムタンさん、ありがとうございます。続いて第11位、アキヒロさん、ありがとうございます。続いて第10位、タクゾーさん、ありがとうございます。続いて第9位、チヨさん、ありがとうございます。9位。続いて第8位、テツヤさん、ありがとうございます。続いて7位、ナオユキさん、ありがとうございます。続いて第6位、ユージーさん、ありがとうございます。続いて第5位、トットさん、ありがとうございます。続いて第4位、ケイトシさん、ありがとうございます。続いて第3位、お金持ち先生さん、どんばらこ先生にちょっと投げておくか、ありがとう、嬉しい。それで第2位、のりさん、ありがとうございます。あ、のりさんのアイコン変わってる、ありがとう、ももかとあんなや。第1位、みーさんです。みーさん、筋トレしたらほぼ画面見れずに音声聞いてました。お、いいね、筋トレかっこいいね。ありがとうございます。皆さん目的変わってない、変わってないですよ。私は両方とも1位になりたいっていう目標があるので、うん、頑張ります。ごちゃ頑張る、ありがとう。そう、皆さん本日の深夜に今日ごちゃがあるので、生放送でよければ聞いてくださいね。で、公演が早く終われば私は多分時間が余ってると思うので、時間がね許す限り、3時間制限があるので、その時間が許す限りね、また7時から配信しようと思ってるので、よかったら来てください。で、多分それが最終枠になるか、もう多分これでこの今してる枠で終わるかって感じです。はい、ということで皆さんバイバイ。できなかったらごめんね、7時に。バイバイ。